そのようなものです。奇跡と呼ばれるべき事象なのですけど、お初にお目にかかります。ユースティアナ様、私はメタモルレグナントのネネカと申します。いやどうした？元気がなくなってきたな。疲れてしまったのか？もっと楽しませてくれ。生と死の狭間で切り結ぶ高揚感を、生きている実感を与えてくれ。バイバイ。あなたはどうやらここでゲームオーバーみたい。私をよく見ていないのではなくて、それじゃあとどめよ、ミシナ。空間を飛んで繰り出される絶対命中の攻撃とでも言いたいわけ？でも残念ね。はい、当たり。あなたがどこに現れるかなんて、私の波動転生が数だけ教えてくれるわ。この程度で私の命まで取れると思わないでほしいな。
本体を見抜いた。我が主の息吹を違えるはずがなし。よくやりました。悪く思わないでください。解除されません。ならばその代わり、特別な結界により流れ込む魔力を断てば、一時的にであれ洗脳状態は解除されるというわけです。今あそこで休んでるみんなは世界の命運をかけた戦いに挑もうとしてるんだから、起こしちゃダメだよ。下がっていなさい、心。まさか、お父様。そこにおったか小娘。さあ院長さん見てごらん、こ
それが最高の美というものだよ。わけのわからんことを木っ端みじんにしてやる。美しい僕を自らの手で壊すことで永遠に自分のものにしようということかな。悪いけど僕の美しさは世界的価値のあるものなんだ。君だけにあげるわけにはいかないよ。ざれ事も大概にしろ。まずは自分の姿を見てごらんよ。はい、鏡。小尺な真似を。お疲れ様。あなた思ったよりいい看護師だった。それじゃあオペを始めましょうか。どこまでも勘に障るやつだ。だがわしには聞か。なぜだ。どうやら効いてるみたいね。再生を抑制する薬。抑制？バカな、あんな短時間で作り上げたというのか。ええ、言ったわよね。私は優秀だって。だが再生能力がなくなったとはいえ、貴様らをひねり潰すだけなら十分。お薬出しておいたわ。運動神経を麻痺させる薬、痛覚を数倍に高める薬、平衡感覚を狂わせる薬、その他いろいろね。おとなしくしていれば楽に終わらせてあげるけど。残念だけど麻酔は持ち合わせてないのね。失踪開始。どんな病も私の目からは逃れられないわ。まだ始まったばっかりだし、もう少しでいいから頑張ってほしいな。はい、あなたの鼓動を止められるように頑張ります。うんうん、その息その息。じゃあ次いくよ。時間を止めて逃げてるんだ。へえ、この空間だとそんな風に認識させることもできるんだ。
このままじゃずっと当たらないね。ねえ君、お願い聞いてもらってもいいかな。少し大きな力を使うから二人をよろしくね。幸いここは通常とは違うフィールドだから、多少の過負荷をかけても外に影響はないよね。内部トンネルへの干渉も感知したっけ。セブンクラウンズとは何なのでしょう。何度も説明されましたがよくわかりません。それに先ほど私もセブンクラウンズなのだとおっしゃいましたけど。ああ、偉そうにセブンクラウンズなんて名乗っちゃいるけど、実際は飛び抜けて頭がいいのにバカだった七人の変態って感じ。自分で言うのも痛いけどね。それなりにセブンクラウンズって名前に誇りはあるよ。これまで人類の誰も成し遂げられなかったことをやったんだもん、私たち。結構大したもんじゃない？ちなみに君はセブンクラウンズの肩書きを受け継いだだけで、本来はセブンクラウンズじゃない。実際は君のお父さんがセブンクラウンズだね。まあ、それはともかく、私たちセブンクラウンズはレジェンド・オブ・アストルムの開発者でもあるから、ミネルヴァの懲役の責任を追及されてる。あまり堂々と表を歩けない立場なわけ。君のお父さんと合流できたら、さっさと車にでも乗り込んで落ち着いて話せる場所に移動するよ。私と君のお父さんの他にこっちにはラジュラジュもいるはず。他のセブンクラウンズ残り4人はまだ夢の中だね。